はい、皆さんこんにちは。英語で草加でございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい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 、初めての方こんにちは。英語で草加と申します。このチャンネルはですね、草加学会、まあ、日本だけではなくて海外の草加学会ですね、 SGI インターナショナルとか SGI グローバルというふうにも言うんですけれども、まあそこで何をしているのか、日頃何を学んでいるのかなど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 ですね、誰でもご覧になれるようにいろんなものをアップしておりますので、ぜひぜひ、ご興味のあるものからぜひご覧になっていただければ幸いでございます。はい、で今回はですね、6月のですね、私たちが座談会というふうに呼んでおりますけれども、それぞれの、地域地区で毎月学会に集まるんですけれども、まあ、そこで、まあ、日蓮大聖人の御書というのを拝読するんですが、今回拝読していくのが四条金吾殿御返事となっております。はい、で、四条金吾殿御返事っていっぱいありますけれども、その中でも一番有名な、はい、法華経兵法のことですね、あの何の兵法よりも法華経の兵法を用いたもべしと、これが載っている四条金吾殿御返事を今回一緒に見ていきたいというふうに思うんでございますが、最近ですね、NHK の大河ドラマで鎌倉殿の13人でやっておりますけれども、ご覧になってらっしゃる方おられますでしょうかね。うん、まあ私なんかは生粋の変態変人でございますから、服装だったりとかね、小道具とか、そういうのをついつい見入ってしまうんですけれども、ストーリーと違うところを見がちなんですが、大聖人はご存知の通りこの後の人ですからね、この今ドラマでやっているこの覇権争い、後継者争い、こういうもろもろの、その後の時代の人でございますからね、北条義時が、まあ、亡くなるぐらいで大聖人が生まれているということですわな。まあだから世代的には大聖人よりもちょっと前の話になるわけなんですが、まあ私たちがこうやって、御書読んだりする中で、まあ、見えてくる景色っていうのは、まあですからそのこのね、今ドラマやってるところのこの後の世なわけですけれども、出すんですけれども、まあだけど関係ないわけではないですし、いわゆる要はその主要な門下もたどってけばこのドラマに登場してくる人たちの子供とか孫とか、その一族と結構ゆかりがあったりとかして、そこんちの家臣だよとか、その人のひ孫にあたるんだよとかね、この話だけでもおそらく一本の動画になるかもしれないんですけれども、マニアックなところね、ここら辺すごく面白いんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうかね。はい、まあ、今回四条金吾殿御返事やるんですけれども、四条金吾がね、四条金吾が仕えてたその主君の絵馬氏だって元たどってけばこの北条義時の息子なわけですから、息子なんです、あの次男の系列ですね。お兄ちゃんの方が、まあ、北条泰時、はい、長男、第3代の執権でございますから、その弟にあたる、なんだっけ、名越友時だな、名越友時の息子が絵馬光時だな、はい、まあ、絵馬氏と言われてる人ですからね、まあ、北条義時にとってみれば孫ですよな。まあ、そこに四条金吾のお父さんがメインで仕えていたということでございますからね、まあ、ですから四条金吾の代でいうところの主君の絵馬氏っていうのは、まあ、光時もかぶってんでしょうけれども、メインはその次の世代ですね、北条義時からすれば、ひ孫の代になるわけです。はい、主君がね病気になって、それをね献身的に治療したよという、まあその時の四条金吾の主君絵馬氏というのはひ孫の代ですかね、まあですからこの四条金吾はね親子2代で
主君エマシ、北条義時からすれば孫ひ孫の代を献身的に支えてたということですからね、まあ、ですから全く関係ないわけではないわけですな、面白いですよね、で、まあ、ここら辺から見ていくとその関係値としてシンプルにだからそのね四条金吾が、まあ、そういう血筋の主君を釈服するっていうのがいかに大ごとかですよな、本当にだからもう誰に向かって何を言ってんだっていうことですよね、まあ、ちょっとした失態でも命に関わってくる可能性がもちろんあるでしょうに、ねえ、あの家臣の分際で主君をこう諭すなんていうのは、前代未聞でしょうしね、ねえ、北条義時のこのひ孫にあたる人のを釈服するっていうことのことの大きさでございますよな。まあ、その北条家からはだいぶ疎まれてたその不運の一族ではあったようなんですけれどもね、この名越絵馬氏たちっていうのは、それでも血筋的には誰もがその名を知っているという一族ですからね、本当に誰に何を言ってんだっていうね、だから大河ドラマの中でもあるようにその時の執権のこの周りでの覇権争いっていうのはすごいわけですよね、時のトップがそうであったようにこういう一主君のね、あの一国の主のこの周りだって同じようにその主君を取り巻く人たちのいろんななんていうんですか、利権争いとかで醜い引っ張り合いっていうのは当然あったでしょうし、特にそういうそこの位置にいる、そのレベルにいる主君であれば血筋だけで言ったら時の執権ファミリーなわけですからね、その周りっていうのは本当にいろんな人がいるでしょうからね、ですから普通に上司に釈服するっていうののことの大きさがちょっと違うわけですよな、だからね、主君が、まあ、大事だと思っているその信仰ではないものをやっていて、しかも逆に釈服するっていうのは、まあそれは激怒されるわけです。まあ四条金吾はね、四条金吾のお父さんっていうのはこの不運の主君、ね、一族っていうのを支え切った大功労者ですから、その息子である四条金吾ってね、この立場を、まあ、引きずり下ろすにはやっぱ最高のタイミングではありますよね、この周りの同僚たちにとってはそういうことだわな、ここぞとばかりにこういろいろあらぬことを告げ口され、まあ、懺言されて主君からの信用も失ってしまうということですわな、疎まれてしまう、こういう状況に陥ったわけでございますな、だから、まあ、ここら辺から考えてもね、それでも、ね、自分の立場が危うくなってもその人が主君かどうかの前にその人のためにって思って言うべきことは言うというね、そんなことができる人はやっぱりなかなかな人ですよね、今でもそうでしょうし、この時代だったらなおさらそうでしょうしな、まあこういうだからなんて言うんですか、その私利私欲のためではないところにこの一本なんていうの芯が通ってるというか、そこがぶれない感じというか、まあここが四条金吾の四条金吾たるゆえんというか、その四条金吾の人となりっていうのがまあよく出てるよね、そこだけは絶対に言うことを聞かないという家臣ねえ、よくあれだよね、死ななかったよねっていうね、まあだから普段がどういう人なのか、まあ普段がどういう振る舞いをしてきてるのか、まあこれがベースにあるから、それが あってのここだけは言うことを聞かないなので、まあ主君としては激怒するでしょうけれども、まあ自分のその何ちゅうの私利私欲のためにこうゴマをすってすり寄るような人じゃない、まあ、実直な人だということでしょうから、あの表向きにはね主君にいいこと言っててもね、裏でね何ちゅうの打算的な動きが見えたりとか、まあ、いろんな思惑があったりとかね、そういうなんちゅうの駆け引きが多いだろう、その中でですね、ただただあなたのためを思うとこういう気持ちでこうまっすぐ言っているもの、
こういうのはやっぱりじわじわとじわじわ響いてくるということなのかもしれないですよね。まあ言っても危なかったですけどね、四条金吾で、まあ主君の病気を献身的に治療したと治したということで、もう一気に信頼関係は回復するわけですわな。でもすごいよね、このなんちゅうの医術、大商人の病も治療しているしね、何なんでしょうね。だって主君に疎まれていて、で散々いろんな人がやっても治んなかったからのこの最終手段でね、呼ばれて治すっていうね、すごいよね。なんでそんなにすごかったのかっていうのが分かればね、いいんだけれども、どなたか研究してくださいそこら辺をね。はい、ということでね、寸出のところで主君とね悪化してた関係っていうのが回復して、さらに信頼度が増したということでね、まあそういうのを快く思わない人たちも多いでしょうしね。だから立場を引きずり下ろせないんだったら、だんだんその人のその命を狙われるようなことにこう発展していってしまったということなんでしょうね。まあそれもそうなんでしょうけれども、このお手紙というのが弘安2年の10月ですからね、この1ヶ月前に篤原の訪難があったというわけですから、まあそういう機運が、高まってたとも言えるわね。いろいろ心よく思わない人たちが結託して、とにかくいろんな方向から狙われやすくなってたと、こういう状況下だったとも言えるでしょうし、本当にだから細心の注意を払わないといけない時だったということのようですよね。雑談でございましたで、今回のお手紙っていうのは内容的にちょうどその頃ですね、敵の襲撃を受けたけれども無事だったと、そういうお手紙を大商人に四条金吾が送って、まあ、その返書がまあ今回のお手紙だということのようですのでね。はい、ということで、今回の対象範囲を拝読いたしますけれども、短いお手紙ですのでぜひ全体を通して読んでいただければというふうに思うんですが、今回の対象範囲というのはこのそのお手紙の一番最後のこの締めの一文一節でございますので、はい、本当にですね、世界一有名な誰もが知っている一節なんでございますよ。はい、では拝読いたします。はい、何の兵法よりも法華経の兵法を用いたもうべしと、諸世の恩敵は皆在滅すの金言虚しかるべからずと、兵法兼業の大事もこの妙法よりいでたりと、はい、深く信心を取りたまえ、あえて臆病にてはかなうべからず候と、ね、もう大好きね、もう読むだけで元気になりますわな。ね、当チャンネルはですね、結構マニアックなことを勝手にこうやってベラベラ喋ってるだけですので、もうお気づきかと思うんですけれども、もしちゃんとした解説を見たいなという場合はですね、創価学会の公式ホームページに E 講義というページがありまして、まあ、そこで、教学部のお偉いおっちゃんたちがおじさん方がしっかり講義なさってますし、個人のこんな雑談じゃなくて、まあ、そちらをご覧になることをお勧めいたします。はい、あと大白蓮華という毎月出る冊子がございまして、今月6月号で、大白大先生がですね、きちんとこう時代背景だったり、全体的な話の流れだったり、まあ、先生の指導というのも含めて、説明ちゃんとしてくださっておりますので、はい、ぜひそちらの方を読むことをお勧めいたします。でプラスアルファ私のようなですね、小僧の雑談をですね、お茶でも飲みながら楽しんで聞いてもらえれば、はい、嬉しいなというような立ち位置で、やらさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、で、何の兵法よりも法華経の兵法を用いたもうべし、ね、法華経に勝る兵法はないのだということですよな。兵法、戦い方ですよね。
だから仏というすべてのもの、すべての姿を射抜ける力というのを自分の命の中から取り出すということで、仏、まあ、この法と一体となった眼で判断して、法とこの一体となったね、耳で聞き分けて、ね、法と一体となった口から出てくる言葉、これはすべて当然射抜けるわけです。すべての兵法を生み出すのがこの法華経の兵法、だからこの後出てきますね、兵法兼業の大事もこの妙法より出でたりと、兵法とか剣術ね、こういう神髄もですね、この妙法から出たものなんですよって、 この意味は、まあ、そういうことだと思います。すべてはその、法華経の兵法、すべての物事のこのど真ん中を射抜けるというこの力、これをそのなんていうの、それぞれの分野に応用しているだけなんですよと、だから何の兵法よりも法華経の兵法を用いたもうべし、法華経の兵法っていうのが自分のど真ん中にあるから、何の兵法、さまざまな策、その具体的に動こうとした時に最高の形というのを生み出すことができるわけです。はい、まあ、どこまで行っても、ここで言ってるのは実践をするための兵法ですから、戦い方の話ですからね。ですからこう、何にもしないで、ただただ家で題目をゴニョゴニョ上げて、私何時間も上げてますと、だから何なのかと、いうことではな、瞬間瞬間でね、その時の最高の策を出すための兵法ですからね、そういうことだな、で、所与の恩敵は皆財滅の金言虚しかるべからず、これはあれですよね、法華経の薬王本第23ですな、ここから大乗に引っ張ってきているということなんですが、薬王本これそうな、話し出したら本当時間かかりますけれど、よろしいでしょうか。まあ、せっかくですからざっくりはしょりまして説明をいたしますと、薬王本、どうしましょうかね。ある菩薩が、釈尊に、薬王菩薩についてっていうのを質問するんですけれど、その釈尊は、過去のとある話をしだすんです。その、とある菩薩が、いろいろ吸ったもんだ、やって、最終的に、仏に自分のこの両腕を燃やして供養したよというストーリーを話すんですけど、ざっくりしすぎてますけど、それって実はそういう供養したその菩薩というのが今の薬王菩薩のことなんですよという、こういうざっくりした話が流れがあるんですが、その、ね、自分仏に自分の身を供養する、その両腕を燃やして供養したっていうこの話っていうのは、文字通り見たらだいぶいかつい供養の仕方に見えますけれどね、話にね聞いてると、まあ要は今ね、皆さんがその自分の時間を割いてね、うちの母なんて四六時中誰かの心配をしてますから、そういう自分の人生、自分の命を使って、みんながこの新人を続けていけるようにってこう費やす姿、自分を燃やして周りを照らす、こういう姿のことだというふうに思えば、割とその、両腕を燃やして命尽き果てるまで燃やし続けるというこの意味が分かるんじゃないかというふうに思いますけれども、まあ結局腕っていうのは最終的にプッと元に戻るんですが、それはいいとして、自分を燃やして周りを照らすと、これを、まあ、自分の命の中から、この薬王の命を取り出していけるかどうか、こういうふうに自分のこととして、捉えられるかどうかっていうのが、まあ、我々の法華経の読み方にはなるんですけれども、はい、で、大乗人が引っ張ってきた箇所というのは、この薬王のストーリーの後の話なんですけれども、まあ、要は仏に、まあ、自分の身を供養するというところの功徳、まあ、そこからその、法の功徳、
特にですね、この法を保つ者の功徳として、仏たちが、こういうふうにその法を保つその人を賛嘆するというふうに、釈尊が説明をしている部分ですね、仏たちが賛嘆しているこのセリフの中のものを大聖人が引っ張ってきています。はい、ご紹介しましょう。ここら辺ですね。はい、良きかな良きかなって言ってるのこの中ですね、ごにょごにょごにょつってここら辺からです。ここら辺読みましょう。この経を授持し独受し、私有意志で他人のために説くね、ちゃんと入ってるわな。他人のために説く、それで得られる福徳は無量無変なのですと、それは火も焼くことはできないと。その火でも、その人法を保つものをそのね滅することはできない、水も漂わせることはできない、水でもね溺れさせる、流されてしまうなんていうことはないとね。何時の功徳、あなたの功徳というのは千の仏がこう共に説こうとも説き尽くすことはできないんですよと。その功徳はと、何時はそれで、多くの間を破り、生時の軍勢、その生時ね、このね、苦悩の根源でございますよ。その一切の苦悩の根源、この軍勢を破り、ここからですね、さまざまな恩敵を皆すべて打ち砕くことができるということですよね。ここ所要の恩敵は皆在滅すの金言むなしかるべからず、さまざまな恩敵を皆すべて打ち砕くことができると。はい、ここを大聖人が引っ張ってきているというところですな。法を保つ者の苦力として必ずそうできるんだと、このように法華経に書かれているではないかと、だから、何の兵法よりも法華経の兵法を用いたもうべし、ね、法華経の兵法をあなたが持つかどうかにかかってるんですよと、この緊迫した状況下ではとね、さまざまな恩敵をすべて打ち砕くことができるという法華経のところですね。別にこの恩敵ね、そのね、武士の四条金吾の話だけではないわけですね。私たちで言うところのその恩敵っていうのはね、自分が苦しいと思うもの、あるいはその行き詰まりを感じているもの、こういうそういう自分を、下げるもの、引っ張って下げて心を沈ませるようなもの、これら全てが、恩敵という自分、言葉の中に入っているわけですから、法を保つ者は自分の恩敵を全て打ち砕くことができると、これが法を保つ者の苦力であるということですから、自分の命を燃やして周りを照らして、で人に命の中からこの力を出していけるんだよということ、そしてその法度を説いていく、この命の中に全ての兵法が隠されているわけでございます、ね、この法を保つ者こそがあらゆるものの核心をつかむことができるから、だから具体的な知恵となって最高の行動を生むというわけですわな、ですから、何よりも自分がこの法華経の兵法を保つかどうか、これが鍵となるというようなことでございますよな、どうでしょうか。はい、ということでちょっと長くなりましたけれども、この世界一って勝手に言ってますけど、どえらい有名な超有名な、何の兵法よりも法華経の兵法を用いたもうべしという四条金吾殿のご返事でございました。はい、ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。